はい、どうも皆さんこんにちは。今回もデュエルリンクスデッキ紹介やっていきたいと思います。今回はですね、ちょっと視聴者さんからですね、リスナーさんからリクエストいただきまして、クソふざけたデッキを作りました。フィールド魔法パワーオブマネー、こちら発動しまして、デッキこちらです。札玉で殴りまくるデッキ、通称札玉デッキ、こちらでやっていきたいと思います。レアリティ注目ですね、レアリティ、はい、見ていただければ分かると思いますが、UR しか使っておりません。Oh, no. ですね、大丈夫かなこれマジで、っていうわけだとも知んないです。もうそういうのはもう関係なく、ダッシュがギャンブラーの流儀なんで。で、デッキコンセプトはですね、基本的にはですね、この子を出していくような感じになりますね。リボルバドラゴン、効果、当たる確率 50% でモンスター破壊ですね。あとツインバレル 25% でカード破壊っていうね、この辺のカードを使って間もカードを除去しつつ戦っていくような感じなんですね。で、リボルバドラゴンのコストとしてダブルコストも3枚積みというかなり頭のおかしい、さらに、銀幕のミラーボールはこの辺のね、ダブルコストとかツインバレルあたりを守るために銀幕のミラーボール3枚で、道連れ2枚、道連れはですね、この羽羽と結構相性がいいんですよね。相手モンスター2体、いる場合、羽羽セットしといて、で道連れセットしとけば、羽羽で1体戻して1体道連れっていうパターンができるんで、この辺は結構強いですね。モンスター綺麗に一掃できるんで、これは結構強いです。で、クリボールは攻撃ストップ用、ダイダロスとかあの辺が出てきた時のストップ用になってますね。でそれから、自裂行動ユニットとアポピスの化身はリボルバードラゴンのリリース素材を確保するためで、ハーフシャットは寝かされた時のツインバレルとか、あとそれからダブルコスト、この辺を守るために入れております。ね、デッキの、内容は、こんな感じなんで、そんなに難しくないです。作れないと思いますが、今回も、見てぜひ楽しんでいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それではバトルいきましょう、どうぞ。さあ、札玉でぶん殴っていくぜ。はい、相手の方、まさきあんずちゃんですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、モンスター伏せてくる、ほうほうほう、なるほど、伏せてくるスタイルか。殴ってみるか。ダブルコスト2体いるんで、ちょっと1回殴ってみましょう。で、セットしてバトルで、基本的にはね、リボルバーをね、出していくような感じになるんで、あー、なるほど、やばい、それはリボルバーをパクられる、まずい。ダブルコストかリボルバーか、どっちかでしょう。クリボールってパターンもあるな。これどれパクられる、やばいやばいやばい、鎖使いうぜー。リボルバーか、なるほど。でここでターンエンドですね、了解しました。なるほどね、いやちょっとリボルバーパクられたのはなかなか痛いですよ。でカードセット、なるほど、カードをセット、ターン終了、了解です。リボルバーパクられたか、結構きついな。お、道連れ聞きましたね。ここはもうちょっとゴリ押ししていきます。フィールド魔法パワーオブマネー発動してるんで、ここはゴリ押ししていきます。ゴリゴリ押していく、はい、押していく。でこれもアタックしていく。ソニックバード、なるほど、あれですかね、サクリファイスですかね、もういるのかな。じゃあ儀式魔法はいるってことだ、おそらく召喚してこないということは。でセットカードもなかなか怖いぞ。ターン終了なんだ、なるほど。いやーこれリボルバー欲しかったな。羽羽、はいはい、なるほどね、まあいいや。じゃあここ羽羽セットして、ここでバトルいきましょうか。でゴー、でこれでジャベリンで防いでいく、なるほど、はい。で回復されてドン入ってゴー、さあこれ取ったら勝ちだぞ。クリボールか、なるほど、了解です。でここでターンエンドですね。ここで次羽羽使えるので、モンスターは場には残さないので、しかも羽羽と道連れっていうね、このね、コンボ結構強いですよね。相手のモンスター2体いても、あ、ライフコスト0、あ、なるほど、ライフコスト0、ライフコスト0で、あー、なるほどね、あれいないのね、デビューラー。はい、対戦ありがとうございました。さあ札束でぶん殴っていくぞ。お相手の方、闇遊戯くんですね。はい、よろしくお願いします。デュエル3倍、闇の力21枚デッキ、うーん、なるほどね、
な墓森とかその辺かな。ここはまあ道連れ銀幕ダブルコストン、これでいいでしょう。これでターンエンドで、まあ多分墓森じゃないか、今ロマンブラマジっていうパターンもありますけど、多分墓森かな。ロマンブラマジだったら嬉しい、あのとてもロマンがあるので好きです。あ、ブラマジっぽい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 な。ツインバレルか、ねここはねちょっと様子見たいのでツインバレル行きますか。ツインバレル行きましょう、道連れもありますんで。ツインバレルで行って、この伏せカードは一応これ破壊しましょう。これなんだ、くるくるくるコロン、はい、まあ破壊できない、まあ、25% さすがにギャンブラーも引けない。でもバトル行きましょう。ここでじゃあツインバレルから行きます、用済みなんで。これで相打ちしてイタクアの暴風、なるほど、はいはい、とでターンエンドですね。それはでも破壊してくれた方がいいんじゃないかなと思いますけど、向こう的にもブラマジもいるのかな、リジョンからのブラマジみたいな感じですかね。お、サモナーね、サモナー、はい、どっちから行く、あ、そっち破壊のきついからちょっと使います。それはちょっと使うの厳しい、それはツインバレルをね破壊されていいですけど、あ、それは OK、そっちは OK で道連れで、そしたらどっちしよっかな、サモナーか、とりあえずはサモナー行こう、とりあえずサモナーで、でターンエンドと、了解です。そうしたらですね、ここはコスト払いましょう。で、これ2体で殴りに行こうかな、普通に。とりあえずちょっとリボルバー出さないで行きましょう。ここでバトルで。あ、通りますね。で、これで道連れかな？あ、ない。セールの召喚師の方。あ、道連れもありますね。道連れで、まあ、片方やられますね。はい、了解です。はい、やられました。で引いていきます、ブラマジ、おー、いいですね、いいですね、ブラマジ、オッケー。これで手札がリジョン、ガール、賢者の宝石とかその辺だと結構きついかもしれないですね。まあ一応ね、あの銀マグまだあるので、リジョン、なるほど、ガールかな、じゃあガールだ、ガール出てくる、ガールが出てきていく、で賢者の宝石か、宝石、ノー宝石ノー宝石ですね。あ、リボルバー来ました。でここでじゃあちょっと1枚リボルバーは戻して、で何がいいか、トラップカードとかその辺がいいかな。あ、道連れいいですね。でここでじゃあリボルバー召喚していきましょうか、よいしょ、はい、召喚していく、リボルバードラゴン必殺のカード効果発動。さあここだ、ここで当てていくれ、頼む、当てていけ、この当てていくさすがギャンブラー、さすがギャンブラー。でここでバトルだ、ゴー。あ、クリボールある、クリボールある、でもそれ手札ブラマジでしょ、大丈夫でしょ、これブラマジだから大丈夫でしょ、手札ブラマジだからまあなんとかなると思います。おそらく下級でだった場合は何ができたらまずいんだこれ。でもリジョンでもダメでしょ、だって生贄足りないですもんね、それは厳しいでしょ。まあ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 、クリボールはねしょうがないですよね。おっと迷っているが、これやばいぞ、これ切断の匂いがすると、何かなんか切断の匂いがしますが、大丈夫ですか闇デグ君、主人公なのにやめてくれよそういうことは。リボルバー、あーですね、はい、札束デッキの特徴です。大きな特徴、切断率が半端ないあの UR しか使ってないんだよね。ちなみに、まあ、フィールド魔法パワーオブマネーを発動しているので、あのこういうことがねあります。今何連続だ、3連続だで切断されてますかね多分。はい、対戦ありがとうございました。さあお相手の方はカジキロータ君ですね、よろしくお願いします。気合のハチマキ、さあやっていくぞ。おっとデッキ多いな、28枚か、なるほど、海は厄介ですね。あの UR 縛りしてるんでツイスターとか詰めないんですよねツイスター欲しいな。どないしよう。まあでもね、羽羽道連れあるんで、これ一応対処はできますけどね。ちょっとダイダラスが出てくると面倒いですけど。あ、何今バツー入ってんの。これどうしよっかな。
ちょっとね、あの万が一なんだっけダイダロス出てくると面倒いんで、ここちょっと銀幕伏せないでいきましょう。ほんでこれぶっ破されたらきついな。でもおー、なるほどね、そっちから来るっていう。だから水神の護符、これ何だっけこれ自分の水温差、相手のカードの効果では破壊されない。なるほど。じゃあこれで跳ね跳ねでこいつを戻して、ほんでこれ道連れ聞かないでしょ多分。よくわかんない、ごめん、にわかでわからないこれで、まあ、道連れでいきますよね。道連れドンとやっていく。でここで、そうなんですよ、この跳ね跳ね道連れはね、これがね使えるんで結構強いですよね。ちょっとこれまだ釣り替えは使わなくてもいいかなと思いますので、これでバトルでいきましょう。よし、通していくということで、も逆にクリボーとかがないということなので、ていうことにダイダロス、大波コナミが揃ってる可能性は結構ありますので、これ危険ですね。まあ、ただね、来て攻撃してきたらクリボールで横向きにして、ダブルコストンで殴れば、まあ、突破はできると思いますので、それそこは大丈夫かなと思いますけど。なるほどね、ちょっと逆にダイダロス出してほしいな、逆にああなるほど。でターン終了なんだ。なるほど、ツインバレルか、バレルどうしよう。まあモンスター破壊しに行ってもいいな。ちょっとバレルでこれ25倍引きに行きましょう。25倍引きに行きましょう。ここはモンスターでしょ、ここはこっちでしょ、これはこれでいいでしょ。頼む25倍引いてくれ。ギャンブル魂、ノーギャンブル魂どうしよっかな。でもミラーウォールあるんで、とりあえずここバトルしてみようかなと思いますね。これでミラーウォールかな、なんだろう、まあ、ミラーウォールだったらしゃーないですけどね。マジックアームシールド、あーなるほど、マジックアームシールドやられていく。でここでドガンやられますね。はい、わかりました了解です。大変だ、これまあ道でやったらね、よかったんですけど、どうしよっかな。まあ、火力一致するんで、装備カードとかもしかして入れてもいいかもしれないですね。ブラックペンダントとか、あのあたりまああってもいいかもしれないですけど。なるほどね、リボルバー来るか、いや微妙だな。今出してアタックしてもいいんだけど、いきますか、ちょっとやってみましょうか。リボルバーいきましょう。リボルバードラゴンアドバンス召喚、オッケー。でここで効果を発動して当てましょう。この裏守備を破壊していきましょう。これ読み筆なんじゃないかなと思うんですよね多分。頼む当ててくれ、これで当てなきゃ男じゃねえ、男じゃないんかい。まあ、ちょっとここはじゃあこの裏守備怖いんで、ちょっとこっち側から殴りましょう。これから殴りましょう。 OK でここでハリマモの効果で500下がるんで1900になっちゃいますね、リボルバーがね。まあ、これはしゃあない。でターンエンドで、で水神の護符はなくなっていく。どうですかね、これ多分読み船だと、そうですよね、だろうと思ったわ。読み船からの大波コナミでダイダロスか。じゃあダイダロスはクリボールストップでダブルコストアタックで、でダイダロス来ますね。まあこれはしゃあないでしょう。でこれでモンスター効果発動してドーンやられて、ドカンやられて、でこれ横向きでクリボールダブルコストン、あさらに来る、あ1700か。いやこれきついな、これはきついぞ。なるほどね、横向きにして、これどうしよう、何がくりゃいいんだこれ。ツインバレルか行くか、ツインバレルでここ25倍引かなきゃ男じゃねえぞ、ここは男じゃねえ、これで25倍引かなきゃ男じゃねえ。やべえ、すげえ噛んだ、こいよーしこれだ、これがギャンブラーの戦い方だはい、すげえ壮絶に噛みましたが、興奮しすぎて。対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。もしね、動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。コメントもガンガンしちゃっていただければ、できる限り返していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。それからですね、ぜひツイッターなんかで共有していただければとてもありがたいかなというふうに思いますので、ぜひそちらもよろしくお願いします。動画の最新情報だとか、あとデッキレシピなんかをね、ツイッターでどんどん発信していますので、ぜひフォローしていただければというふうに思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ご視聴いただきましてありがとうございました。もし動画気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。パソコンの人は右のアイコンをクリック、
スマホの人は下のボタンからお願いします。 Twitter なんかで共有していただけるととっても興奮します。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。